こと騙してみたいと思っててさ。なんちゅうわねき。さーて、次は誰を騙そっかな。バカなことばっか考えてないで、もう少し大人になんなさいよ。新学期も始まるんだし。あ、はあ、いいよね、ああいうカバン。なんか上級生って感じでさ。あれ、ミーコまだランドセルなの？え、もしかしてマリちゃん。買ってもらっちゃった、お花の柄のおしゃれな手提げカバン。ミーコも早くおねだりして買ってもらえば。うちの親だってそうポンポンカバンなんか買ってくれるわけないじゃないのよ。でもこういう罪のない嘘ならオッケーよね。どう見ても2、3年生だよな。せめてどっか壊れでもしてたらおねだりしやすいんだけどな。壊れろ壊れろ。ただいまー。何やってんの？お腹でも空いたの？おかえりなはい。はい、どうぞ。あら、ありがとう。毎日お仕事お疲れ様です。やけにサービスがいいわね。まあまあ、実はね。そら来た。学校に持っていく新しいカバンが欲しいんだけど。でもまだランドセル使えるでしょ。それはそうだけどさ、もう5年生なんだし、そろそろランドセルじゃおかしいでしょ。あら、あんたはまだ十分ランドセル似合うわよ。へえ、手提げカバンがいい。すっ転んだ時なんか両手が空いてた方がいいのよ。じゃあさ、フランスの女の子みたいなリュック。あんた日本人でしょ。いやー、カバン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 、ミーコには黙っていようと思ったんだけどね。え、実はパパ、もうすぐ会社辞めちゃうことになってるのよ。え、パパにはね、ずっと捨てられない夢があったの。世界に通用する一流の画家になるっていう夢が。うそ、パパが、あのパパが画家？そのためにまず芸術の都パリに渡って自分の可能性を試してみたいんですって。でも夢はいいけど、パパ会社辞めちゃったら私たちどうなるの？大丈夫、あんたたちの給食費だけはママが何とかするから。ミコ、頑張りましょうね。私たちしばらくは贅沢できなくなるけれど、家族全員でパパの夢を支えてあげるのよ。そんな、パパがボノになるまではもう何もおねだりできない。四学期のノートも小便の芯も、それどころかサラネちゃんと中学行かせてもらえんのかしら。ミコ、人生って一寸先は闇なのね。アルバイトか。本当よ。それで？放課後3時間やるとして。あーの金額。おい、人んちの前で何やってんだよ。あ、たべくん、たく、入ってくる客の邪魔なんだろ。ねえ、たべくん。うん？私、バイトで雇ってもらえない？え？何がおかしいのよ。だってよ、お前じゃレジ台に頭届かねえよ。
どうしたんだよ。おい、そっか、大変だな、お前んとこも。うん。心配すんなって。大丈夫だよ、母親が仕事してんなら。そう、俺んちだって母親離婚してからこの店始めて一人でやってんだから。母は強しってやつだ。そうだったの。お前が心配することないって。ご兄弟ですか？ん？あらあら、ありがとう。綺麗になったわね。はい、アイスクリーム。わーい！はっ、はっ、はっ、やっと笑ったよ。はっ、ありがとう、たっぺいくん。私頑張る。あ、あ、あ、なんか知らんが、まあ、頑張れや。あれ、ミーコ。パパ、パパ。ミーコ。ママに聞いたよ、会社辞めて画家になるって。私も欲しいもの我慢するから、パパも頑張ってね。ミーコ、何のことだ？え？だってだって、ママが言ってたよ、パパの昔からの夢だったって。そういえば夕べ。さーて、明日はミーコたちにどんな嘘ついちゃおっかな。おいおい、ほどほどにしとけよ。あいつ。ミーコ、今日はエイプリルフールだぞ。こいつのこと本気で心配したりしねえぞ。もう、ママのバカ。何が画家よ、何が芸術の都よ。信じちゃったじゃないよ。だから悪かったってば。あんたが帰ってくるなり言ったかったからよ。まったく、おかしな嘘つくから。こまこなら親も親だよ。もう、新しいカバン買ってくれるまで許さない。こっち向いて。